皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回はですね、私が最近読んだ本の中でちょっと衝撃的だった話があったので、それを紹介したいと思います。あんまり歴史と関係ないかもしれないですけど、まあ、人類史っていう意味では関係あるかもしれないですけどね。とりあえずそれは何かというと、実は現代の人類は全員家畜化されてるっていう説。突然何のこっちゃいっていう感じですよね。まずそもそもね、どんな本を読んでいたのかというところがですけど、私が読んでいた本は人類とイノベーションっていう本で、人類が誕生してから現代に至るまでどのようなイノベーションを我々は経験してきたのか。例えばね、分かりやすいところだと AI やら産業革命やらありますけども、まあ、そういうのとは別に農業の発明だってイノベーションですよね。まあ、それとか通信系の話やら輸送系の話やら、とりあえず数々のイノベーションが起こってきたわけで、それらの単純な解説のみならず、どういう状態になれば人類はイノベーションを生み出すのか、さらにはイノベーションと思っていたけども実はイノベーションではなかったものたちとか、将来はどういうイノベーションが起こってくるのかとか、まあ、過去の実例を踏まえてイノベーションを法則化し、そして未来への話へと展開するっていう、まさにイノベーション尽くしな本であるわけですよ。著者はマット・リドレーっていうイギリスの有名な科学経済啓蒙家で、科学経済啓蒙家っていうタイトルは初めて私聞きましたけど、でもうこの本出版してからイギリスとアメリカで大ヒットだと。あのビル・ゲイツやマーク・ザッカーバーグも大絶賛だと。私ね、私そういうのに弱いんで、一度見かけてからとても気になっていて、読みたいなーって思ってた時に、実はこの本をいただくことができたっていう、まあ、とてもありがたいことがありまして、で今回ずらーっと読んでみたわけですよ。で、数あるイノベーションの中の一つに、先史時代のイノベーションっていうカテゴリーの中で、犬の家畜化っていうのがあったわけです。で、ここでようやく最初の話に戻るわけですね。家畜化の話です。その話の中に人類は家畜化されてるっていう話が挙げられていて、これがね、私の中でとても衝撃的だったんで、この話はここ10年ぐらいで一番衝撃的だったかもしれないね。マジでおおみたいな、そうきたかみたいなね、まあ、なんで、これをシェアしないでいられるかってことで今回動画にしてみたということです。ということで、いきなりその人類の家畜化の話をする前に、この話の始まりのところの犬の家畜化のイノベーションについてですけど、確かにね、犬って今になってはペットとして人間のパートナーでいるのは当たり前な世の中なんで、あまり疑問を持たないかもしれないですけどね。でもよくよく考えるとかなり異質ですよね、これね。牛とかね、豚とかね、鶏とか、そういう人間本位の家畜とは違って、犬っていうのはビジネスパートナーじゃないですか、ある意味ね。で、それを同じ哺乳類ではあるけども、全く種族が違う生物同士がここまで仲良くやるっていうのは、まあ、なかなか見られるもんではないと。他の動物たちを見てもね。たまにはいるけどね、そういうのも。でもみんながみんなそうでないと、普通はね。象と猿は普通仲良くならないし、ライオンとサイも仲良くしないわけですよ。それがね、まさかの地球上の覇者とも言っていい人間が他の動物とパートナーを組んだわけですから、まあ、これはどえらいことであると。で、じゃあそのどえらい事件は果たしてどのように起こったのかっていうところですけど、これはですね、おそらく犬がまだ狼の時代に狩猟生活をしている人間たちの集落におこぼれをもらう形で周りをうろうろし始めて、より効率的におこぼれをもらうために狼は愛想よく振る舞うようになって、その結果人間の集落に狼がいる風景が当たり前になっていったんだと。で、狩りにも一緒に行くようになって、お互い協力して獲物を捕まえて、そして肉を分け合うっていう、そういうパートナー体制が構築されてったわけですよ。まあ、ここら辺の話はほとんど皆さんイメージ通りでしょうけど、でもおかしいですよね。野生の狼がいきなりそんな人間に尻尾振りまくのかと、あんまイメージできないですよね、そこはね。むしろ凶暴性がめっちゃ出てて、ラーみたいなね、怖えってなるんじゃないのかと、人間からしたらね。ということで、果たして野生動物がどのように人間に従順になっていくのかっていう、いわば家畜化へのプロセスを知るために、とある実験がね、1960年代にシベリアで始まったんですよ。それはどういうものかっていうと、簡単に言うと野生の狐を捕まえて世話をしてみるっていうもの。最初この実験者はですね、涙腺弧学説っていう、まあ難しい理論に基づいて、野生動物は人間が飼えば適応して従順になるはずであると、そう思ったんですけど、なんか全然なんないんですよ相変わらずめっちゃ荒れてると、その狐はね。
ということで、ここから少しプランが変わるんですけど、何匹かの狐を捕まえて、その中で一番おとなしかった狐に子供を産ませて、そしてその子供たちの中でまた一番おとなしかった狐に子供を産ませてみたいな、個体を選択してどんどん何世代も回転させてたわけですよ。まあ、これ口では簡単に言ってますけどね、育てられる子羊の数はなんと年に1000頭で、その中で200頭を次世代の親として選んでまた同じことをするっていう、なんとこれ半世紀も続けてたんですよ。マジでっていうちょっと文系の私からしたらね、世界が違いすぎて、半世紀、1000頭みたいなね。もうとりあえずとんでもなく大規模な狐育成大実験がソビエトで行われてたわけですよ。でこの実験始めてからね、数世代も経つと、キツネたちの中からなんと人間に尻尾をフリフリして、そして人間をペロペロするために猛烈な勢いで近づいてくる個体が現れたと。でここからが興味深い話で、なんとそういうキツネは見た目が明らかに変わってきてるんですよ。尻尾がくるんって巻いて、耳が垂れて、頭が小ぶりになって、そして額に白いブチが出てくると。そんでキツネっていうのは普通冬に繁殖期が来るんで、交尾は12月から2月なんですけど、なんとこの家畜化個体はその繁殖期がなくなって年中繁殖活動をするようになったと。このような変化をもたらしたのはもちろん遺伝子変異によるもんで、それは家畜化症候群って呼ばれます。まあ、ここは文系のチャンネルなんであんまり難しい話はしないですけど、これらの家畜化症候群に見舞われた動物は神経堤細胞って呼ばれるものがどうやら活発に動かないであると。でその結果がこの外見の変化に大きく現れるようですね。で狐の実験の話はここでおしまいなんですけど、この実験に絡んだ話でハーバード大学の偉い学者さんが一つの仮説を打ち立ててます。この神経堤細胞っていうのはストレスや恐怖や攻撃を制御する脳にとってもとても大事な働きをしている可能性があるというもので、つまりこの細胞が脳への働きかけが少ない場合、その動物は衝動的かつ反応的な攻撃行動をする傾向が弱くなると。なんで通常一般的な野生動物が持つような凶暴性みたいなねことをしなくなるってことですね。でなんとこの神経堤細胞っていうのは我々人間も持ち合わせていて、我々人類は今までの長いその歴史においてとても凶暴で手に負えないような人間はその都度その都度コミュニティから排除してきたはずであると。つまりシベリアで半世紀もの間行われてきた狐の実験のようなことを我々人類は知らず知らずのうちに自然に自分たち自身に行ってきていて、そしてその結果今の人類っていうのは見知らぬ人同士であってもいきなりぶん殴ったりすることなく社会性を持って交流することができることになったと。それは決して成長するにあたって道徳心が芽生えた結果であるとかそういうことではなくて、生まれてすぐの子供ですらね、普通は他の子供ぶん殴んないわけですよね。もしそうであればね、幼稚園なんかもう毎日戦争ですからね、自分のテリトリーを侵害されたと思った瞬間本気で相手を殺しに行くようなね、でもそんなことは決して起こらないじゃないですか。それはなぜか、それは我々人間は全員家畜化症候群にかかっているからである。そしてその最後の裏付けとして、我々人間は繁殖期など持たず年中やりたい時にやりまくるのであると。なぜなら我々人間は全員家畜化症候群にかかってるからというわけですよ。びっくりしちゃうでしょいやこの話はですね、本当に興味深かったです。まあ、家畜化されてるからなんだっていう話ではあるんですけど、別に何者かに対して家畜化されてるとか、まあ、そういう陰謀論的な話ではないですけどね。まあ、でもとても面白かったと、私にとってはね。ちなみに完全に余談ではあるんですけど、昔ね、私も人間はなぜ繁殖期を持たないのかってことを大真面目に考えたことがあって、くそー繁殖期さえあればみたいなねそういう動機から考えたことがあって、その時の私の仮説はね、こういうものです。人類は唯一二足歩行を獲得したじゃないですか。でその結果何が起きたかというと、骨盤の構造が変わってきたり、しかも二足歩行の状態で妊娠時期が長いっていうのは、それだけで母体の負担がすごいんで、なんでまだ特に年齢が若い時はね、体は出産できる準備はできてんだけど、でもその出産地において最悪自分の体が壊れるかもっていう大変なリスクを抱えてしまったと、その二足歩行の代償としてね。なんで体は妊娠できるけど今妊娠したらあかんっていう合理的理性が働いて、身体的部分と精神的部分に矛盾が生じるようになって、その結果繁殖期があるんだかないんだかみたいな状態になってしまったのではないかとね割と的を得た回答だと思うんですけどね。だからこれはね一騎打ちですね、私と
ハーバード大学の偉い学者さんとのね。ということで皆さん、どちらの意見が正しいと思うか、ぜひコメントに残していってください。ということで今回は以上です。岡本個人ツイッターアカウント開設、興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。